はい、水六です。今日は4月10日です。で、まあ、この木、切ってきます。まあ、大体、車道側かな。ゴーグル忘れたんで、ゴーグル取ってくるわ。はい、じゃあ完全防備でもう一回やってきます。太いのね。あれ、コンクリートハンマーっぽいね。ちょっとあれ、チェーンの遊びがまだ緩いんで、締めていきます。はい、まあ途中の経過ですね。いや、やっぱり多分、境田切りチェーンソーのパワーがないのと、多分、これジョイントを2つつけると、ジョイントが2つ繋がった分、パワーが落ちるんだね。なので、まあ、ここら辺切っていこうと思うんですが、まあ、ちょっと台車だからまだ、台車にね、当たんないように切っていきたいから、もうちょい台車を下げてからにしようか。まあ、だいたい外側に出てるやつは、全部落としたから、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫と思う。まあ、あとはこのでっかいやつを、バサバサ切っていくっていう感じだね。
じゃあこっちも切っていきます。そんなもんかな。じゃあ引き続きやっていきます。チェーンソーついたからね、手で回っちゃうからまた締め直してからやります。いや最後切り落とした時に手を思いっきり当たったんだよね。超痛って、いやー気をつけないとダメだね。まああともうちょいなんでサクッと切っちゃおうか。足はねちょっと定まらないっけ。でこれサクッと切ります。最後ね、上からガリガリってやったらさ、またチェーンソー曲がったんだよね。これやっぱり切り上げる形でやるんだね、高枝切りチェーンソーって。まあちょっともう一回回ったから直します。